こんにちは、速稼塾の久保です。夏祭りの準備ちょっと一旦で休憩して休憩の時間にお送りしております。 YouTube の収益化についてのご質問なんですが、まずね、 YouTube を収益化しようと思ったらチャンネル登録者数が1000人は必要なんですよね。そしてトータルの再生時間、これも必要になってきます。このようにですね、 YouTube を始めてお金を稼ぎたいんだけどなと思った方、チャンネル登録者数が1000人以上になるようにこう動画をね作っていかなければなりません。そしてもう一つはトータルの再生時間も一定数いかないとこれ収益化されないんですよ。ですんで最初のハードルがこのチャンネル登録者数1000人、そしてですね、再生時間の一定のレベルということになってきます。で、逆に言うとですね、チャンネル登録される方が1000人もいないような魅力のないチャンネル、そして再生時間があんまりいかないような魅力のないチャンネルだと誰もお金払いたくないよっていうことなんですよ。しかしですね、私はチャンネル登録者数が1000人いかなくてもトータルの再生時間が一定数ね、数十万時間とかね、いかなくても、大丈夫なんだ、収益化できる方法は知っています。例えば私はですね、一つの動画で1再生で30万という売り上げを上げることもできるんですよ。過去にそういうことが何回かありました。それはですね、自分の動画に商品を紹介するっていうことなんですよ。で、これ商品30万ですって紹介して、それが一人にしか再生されなくてもその人が欲しがるものだったら30万という売り上げが上がるんですよね。といった形でですね、 YouTube の収益化をしようと思ったら何もですね、広告収入だけを狙うわけではないんですよ。で、広告収入の利用をどうしても狙いたい方、かなりね難しいと思ってください。例えばですね、チャンネル登録者数が1000人いました。トータルの再生時間が30万再生されました。30万時間ですか、30万時間再生されました。これによって、起きる広告収入がいくらだと思います？はっきり言ってですね、すぐ消えるような本当数万円とか、数万円もいかないと思いますね。数千円から数万円というレベルです。5万円はいかないです。どうでしょうかね。そういうことを考えると YouTube をやっていて収益化しようと思ったら相当の数の動画を作らなければならないということと、相当の YouTube のこのね、ニーズっていうのを捉えなければならないということになります。で、ずっとね、ずっと動画を上げていっても、やっぱりね、たどり着けるかどうかわからないんですよ。やっぱりね、そこら辺は一生懸命頑張ってるつもりでも他のライバル、収益化してるライバルはもっともっと頑張ってるというふうなところですんで、これは競争になりますんでね。で、私の例を申し上げますと、30万時間ほど再生されて大体収益が5万円から10万円の間です。ですんで、やっぱりね、30万時間ぐらい再生されるようなことをしなければ、そもそもね、チャンネル登録者数も増えませんし、チャンネル登録者数が増えたにしても収益に至らないってことなんですよ。こういったところをね、きちんと捉えながら、自分が YouTube にどのぐらいエネルギーをかけているのか、それとも片手間でやってしまっているのかってことをね、考えていくといいと思います。私の YouTube の動画のアップロード本数、日々の動画アップロード本数は追い抜かないと収益化はしないと思いますよね。ですので大体1日20本前後とかって考えていけばいいんじゃないでしょうかね。気が向いた時だけ5本10本上げるっていうレベルだと、これはね、なかなかいかないと思います。きちんと内容のあるものをね、送った方がいいと思います。例えばですね、私がおすすめするのはまず第一歩は車載動画なんですよ。自分の車を運転するときにとりあえずカメラを設置して、もう何の BGM も入れなくていいし、どんなトークもいらないから、それでやってみましょうってことで、 YouTube をアップロードする習慣をつけるためのトレーニングをね、おすすめすることありますけども、これをずっと続けても収益化しないと思います。ね、これをして収益化するんだったら私はまずやってますからね。やってないでしょ。やっぱり動画の内容がコンテンツであること、ためになるもの、誰かの悩みを解決するもの、誰かを喜ばせるもの、こういうものを作らないといけないんですよ。残念ながらこれを見て誰も喜ばないってものをいくら上げてもなかなか人が集まるのは難しいかなと思います。で、ペットを飼われている方でしたら犬とか猫ちゃんとかね、そういうのを写す手もあるんですけども、はっきり言って犬猫の動画っていうのは溢れてるんで、その中で一発当てるのは結構ね、難しいと思います。運任せになると思います。でも、ね、やることがなかったらそれをやるといいと思いますよ。トークもできないし、特別な動画も撮れないと思ったらペットを映すのはいいと思います。ただですね、やっぱりペットの中でブレイクしてる動画って、特別な動物なんですよ。なんか、なんですかね、アライグマとかね、カワウソとかね、アヒルとか、こういったものを可愛らしく映してるとそれは再生数上がりますけども、それは希少価値があるからなんですよ。でも犬とか猫とかっていうのは希少価値ないんですよね。だからそこに編集とか演出とかってものを入れていくことになると思うんですよ。そういうことを考えながら、ぜひね、 YouTube の量産される方は
されてみてはいかがかなと思います。ただ YouTube の量産するってことになるとちょっとね、私の目に届いてる範囲では量産してる人はまだいないという、ね、ことになります。やっぱり量産っていうのは、1000本とか2000本とかっていう単位になってきますかね。やっぱ少なくともだってチャンネル登録者数が1000人欲しいと思ったら、じゃあ動画1個でね1人の登録者が増えるとしても1000個いるってことなんですよ。で通常動画を10個上げても多分チャンネル登録者数ってあんまり増えないと思うんですよ。ってことは1000個で1000人のチャンネル登録者数さんっていうのはかなりのねクリティカルヒットなんですよ。だから1万個の動画を作って1000人のチャンネル登録者数みたいなのがバランスとしてはまあ適当なのかなと、そういうことを思ってやればいいんじゃないかなと思いますよね。常に自己評価をね、自己評価を高くしないようにした方がいいと思います。自分なんてまだまだと思いながらね、まだまだ麓にいるに過ぎないと思いながら頑張っていただければと思います。それでは今回は以上です。